DNA から国内フリーエージェント権を行使し、ホークスに入団した嶺井弘希31歳。ポジションはキャッチャーで、プロ9年目の今シーズンは自己最多の93試合に出場しました。同じ沖縄出身で、高校大学の1学年上の東浜とバッテリーを組むのか期待が高まります。自分が大学3年生の時に以来なんですけど、テレビだったり、対戦も何度かある中で、またプロの世界で、もし組めるんであれば光栄なことですし、その中でまた、その時を思い出しながら、また新しい自分を、見せながら、お互いやっていきたいなと思います。正捕手の甲斐とのポジション争いについては、学年は一つ下なんですけど、本当にもうずっとホークスで、レギュラーを張ってますし、ジャパンにも選ばれて、本当に経験豊富な、キャッチャーで、いろいろ学びながらやっていきたいなと思いますけど、本当に勝負の世界なんで、しっかり自分も、自分らしさをアピールして、勝負していけたらなと思います。そして楽天を戦力外となり、ホークスに育成契約で入団した渡辺裕樹。貴重な左の中継ぎ候補は嘉山を目標に、まずは支配下登録を目指します。左のサイドということで、嘉山さんのようにワンポイントでも1イニングでも、とりあえず左をしっかり抑えていくっていうのが僕の持ち味であり、与えられる仕事でもあると思うので、そこはしっかりこなしたいと思います。